小中量系絶縁は、下の病気の一つ。絶敗部成虫候法1、3の部位に、ひし型、大円形の乳頭のない、赤い平滑な部分が存在する状態。小中量系絶縁という名称であるが、真の炎症ではなく、非炎症性の病変である。二次的に炎症が見られる場合もあるが、自覚症状は乏しく歯科医院に受診した際に、発見されることが多い。 二次的な炎症等がなければ治療の必要性はない。現在のところその原因は不明である。最も有力な説は体制期において通常萎縮する不追結節が残存することによるとされているが小児に発生が少ないことから他の原因も考えられており、心筋であるカンジダアルビカンスによるものであるとの説が有力となってきている。これ以外に梅毒、 アレルギー反応、鉄分とビタミン B の不足、喫煙、儀子の使用、ホルモン失調、糖尿病等の説が挙げられたことがある。時に染みることがあるほか、二次的な炎症による、発積、頭痛が見られる場合もあるが、自覚症状は乏しく歯科医院に受診した際に、発見されることが多い。処置の必要はないが、二次的に炎症が発生した場合には、消炎が行われる。 患者が原因と疑われる場合には、抗心筋薬の使用もある。病理標本は、表層、平坦で、有核乳糖、史上乳糖が消失、上皮、下計性 Y 形成、粘膜固有層、リンパ球の増殖や形質細胞の浸潤などの炎症所見を示すとされる。臨床診断で本疾患と診断された患者で、 病理診断にて扁平上皮癌と診断された患者も2005年までに4例報告があり、また発癌前に本疾患を発症していた患者に、高血や血節上の主流を認める患者が多いことから、これらの症状を持つ場合には、病理検査を行うべきであるとの考えも存在する。上記の通り、扁平上皮癌との鑑別が必要な場合があるほか、メキシレチンによる薬で本と、 類似ししたた症状がが発生したとの報告がある有病率は、ハーパーンが1953年に全年齢に、対して行った調査では0.32%、下野らは0.25%から1.3%と、報告しており、東北大学が1989年に行った、日本人での調査では0.2%であった。男性に多いとされる。 ABCDE 高橋ら ABCD 下野ら P66ABC 栗田 P70AB 長も P100 長ら a b 由良 P179ABC 吉富ら a b 石だら P140 仮の山本 P176 ありがとうございます